78.0 FM 那覇。ゼラチン、びっくりしたよ私。ゼラチン衝撃受けちゃったよね。そうそうそう、うん、なんじゃゼラチンはと。まあそんなこんなでエントリーラジオ、うん、まあ始まりましたけれども。はい。はい、じゃあ本日もねこんな感じで楽しくやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、はい、たくさん11月ももう下旬ですよ。そうですね、もうすぐもう12月ですよ。早い早いね、うん、でまあ12月に入るわけですけれども、うん、12月といったら何ですか、たくさん。12月といったら、12月といったら、あー、やっぱりあの年末の大工ですかね。ボケんなよ。あ、クリスマスって言った方がいいですか。クリスマスで、うん、ちなみにちょっと一応なんかボケるだろうなっていうのもちょっと気持ち今たくさん思ってた私は、うん、なんて言うかなと思ってて、うん、私の中に感じたのは、はい、天皇誕生日とか言うのかなってちょっと思い浮かんでた。その手があったか。あ、23日でもそのまた1枚上手できたからちょっと返せなかったです私。とはそんな感じで、まあのそうですね、はい、言った通り、うん、まあ、キリスト生誕祭というわけで、そうですね、クリスマスが、はい、まあ、ありますよ。はい、まあまあ、サンタさんが忙しくなる時期ということで、忙しい、まあ、本当にね12月に入るとサンタさんは忙しいと思います、うん、ね、
サンタこの、ね、番組ではサンタと言いますよ。サンタが忙しいと思うので、うん、ああまあまあまあ、うん、強調しました。はい、それで、うん、まあ、おもちゃ屋さんってあるじゃないですか。あります、ね、玩具屋さん、うんうん、はい、おもちゃ屋さんにお願い、おもちゃ屋さんがサンタさんにお願いしたいことということでございますね。はい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 、サンタさんに言っておきたいことっていうまとめがございまして、ちょっとこれ面白いなと思ったんで。ああ、世の中のサンタさんにね。そうですね。なるほど。世の中にまあサンタさんが、はいはい、まあそれはサンタさんって一人じゃ配れないと思うんですよ。世の中にね、担当が多分ね、地区とかでいたり。そうだね、あの全世界何十億といるし。そうそう、70億人分を配らないといけないわけで、70億人以上配らないといけないわけですから、うん、多分分担があるんだろうなっていう。ああ、だよね。まあまあその区域でまあとあるセンターとかがあったりするのかなっていう、まあそのね。うん。そのサンタさんに、まあ、サンタさんにその、まあ、このプレゼントになるおもちゃとかをね、はいはいはい、提供しているお店がですね、うんうんうん、お店っていうかそういうセンターみたいなところがですね、うんうんうん、サンタさんに言っておきたいことがあるということでございまして。なるほど。まあそれがまず一つ目、はい、11月に、うん、プレゼントを買っておいてほしいってなるほど11月にプレゼントをもうこの調達しに来てほしいと。あー、これはあのクリスマス間近になるんじゃなくって、そう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 、11月というのもですね、うんうん、12月にまあ普通、まあ、サンタさんとか、まあ、子供って気分が変わりやすいじゃないですか、うんうんうん、そうだね、まあ、そういう意味で直前にまあプレゼントを選びたいっていうものももちろんあると思うんですけれども、うんうん、そういうので12月に入るとやっぱり一気に、あー、世の中のね、やっぱり押し寄せるみたいで、おもちゃ屋さんからね、そうそうそう、でこれでまあ在庫が一気になくなってしまうと、うんうん、おうおうおう、で結局必死に探しても、うん、探してもどこのお店を探してもどこのセンターを探してもないということですね。あ、在庫がね、そうですね、品不足になっちゃうと。まあまあまあ、それでですね、うん、もうサンタさんもちょっとあの SNS などを駆使してちょっとね、うん、あの転売ちょっと一気に現実味が増したけどまあまあね、まあ、そこら辺からね、うん、ちょっとね、わざわざ高い値をつけられてるものからちょっと買ってしまったりとか、うんうん、っていうことがやっぱりあるみたいで、まあ、サンタさんの間でもね、あ、やっぱり中間の方であれですよ、サンタさんのそういうアプリがあってね、うんうん、なんか、まあ、今の人間が使ってる、まあ、なんだろう、メルカリみたい な、 あ、なんか、うんうん、まあね、あったりとか、うん、サンタ界の小売業みたいなのが、ね、そう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 、うん、あ、 あります。でそういうのがありまして、はいはいはい、はい、でそういうので、まあ、高いお金払ってちょっと買ってしまったりとかっていうこともあるみたいで。なるほどね、うん、そういうのがないためにも、うん、まあ、確かに子供たちの欲しいものが、うん、12月になったら、ね、11月に言ってたものが12月になったら全然違うものが欲しいよって、あ、子供が心変わりしちゃったりね、めっちゃ変わりやすいじゃん、うん、そうだね、女心と同じぐらい変わりやすいじゃん確かにね、いろんなおもちゃあるしね確かに、うん、そうそうそう、うんうん、仮面ライダーも変わってるかもしれないしね、そあこれはちょっと切実だけど、そう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 、うん、っていうのもまああったりとか、まあ、その気持ちもわかるんですけれども、うんうんうん、まあでもわざわざやっぱ12月に入るとみんな同じことを考えてるわけで、ああ、全国、まあ、全世界のサンタさんがね、そうそうそう、みんな全世界のサンタさんがもうみんな同じことを考えてるわけで、うん、まあ、その時期に来ても、うん、もうないと、だって品が少ないんだもん、そう、品薄だとね、うん、ないということでございまして、わざわざ混んでる時に来られてももう在庫もないし、売りたくてもこっちも売れないみたいな、そうだね、売りたくてもこっちも売れないので、結局11月中に品揃えが豊富な11月中に買っていただきたいというのがお願いみたいですよ。あー、なるほどね、はい、うん、まあなかなかに生々しいお話でしたけれども、全国の良い子のそばにいるサンタさんにね、うん、そうそうそう、全国の良い子のそばにいるサンタさん、これ聞いてくださってるサンタさんの皆さんはね、うん、ぜひぜひもう買いに行った方がいいですよ多分、うん、もう全は急げたね、うん、もう買いに、これ聞いてもすぐね買いに行った方がいいですね、うん、そうだね、リサーチをね、まずこの時点でもう始めておいた方がいいよと。そうですね、うん、というわけで、まあどうですか、クリスマスプレゼントとか何歳までサンタさん信じてました？どうだろうな、あでも小学校の、はい、まあ、1年生ぐらいかなぐらいになんか最後の記憶があるような気がする。あ、プレゼントもらったってことですか？うん、なんかこのサンタの正体みたいなの知ったのがっていう正体っていうのはちょっとおかしいかな、うん、サンタさん、サンタさん、世の中のサンタさんっていう一体どんな人なんだろう、サンタさんの存在を見れたのがっていうことですよね。なんかこう、確信に触れてしまったかのようなそういうなんか神の啓示を受けたんですね僕は。あ、はい、なるほど、サンタというのはね、実はねっていう、あ、そういう神の啓示みたいなのを受けたんじゃないのかなって思われるのが多分小学1年生って結構ぼかしました。早かったですね、うん、私
私どうだろう、小学校でも 4,5 年まで信じてたかも。あ、そうなんだ。 4,5 年まで、うん、まあプレゼントが もらえてて、うん、で同じように、まあ、啓示がありまして、うん、啓示がね、なるほど、神のご意思というか、うん、神からのお言葉、うん、御言葉というか、なるほど、があって、ほいほい、まあそれ以来もうね、うん、そういうことだと、うん、そういうことでしたね。気づきがあったわけですよ、我々にはと。大人になったなと。そうだね。もう子供からは卒業だね。もうその時だもん。神様から、君たちはもう子供じゃないよ。うん、君たちはもう大人なんだ。うん、そういう啓示がありまして、啓示がありまして、はいはい、まあ晴れやかに大人になったというね。うん、めでたしめでたしっていう感じで。めでたしね、まあそういうわけですけれども。うん、いやでもそっか、じゃあ結構早い段階で、でも子供の頃ってさ、どんなもの欲しいって言ってた。そうだね、なんだろう、うん、やっぱおもちゃだよね、うん、あーおもちゃ、うん、間違ってもなんかあの漢字ドリルくださいみたいなことは言わなかった気がするよ、うん、あるよね、なんかあのもろドラえもんの世界だよね。そう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 、クリスマスで起きたら、うん、クリスマス起きたら電気が置かれてるみたいな、うん、あーってこれじゃない、これじゃないスラみたいなやつだよね。いやどう、あーでも確かに、うん、ゲームとかやりました。やってた、うん、あ、やってた、やってた、うん、自分なんかの時は、うん、そうだね、初めて手にしたゲーム機がゲームボーイだった。あー DS のマイス。あーでもね、うん、うちのサンタさんがね、うん、かたくなにそういうアドバンスとか、ああ SP とか、うん、まあ、DS とか、はいはい、かたくなにくれないわけですよ。あー、お願いしてるのに、私は書いてるのに。あー、なるほど。でもその代わりに来るのが別のテレビゲームっていう、あ、いやゲームはいいんかいっていう。そこはあ、テレビゲームはいいのねみたいな。でこの持ち歩運びできるゲームはダメだけど家でテレビゲームはいいよみたいな。ああ、そういうことね。わかんないんだけど、なんかそこのなんかありましたね。そうなんだ、俺、そうそうそう、逆だった気がするな。う、嘘。うん、なんだろう、据え置きのそういうなんかねテレビゲーム、いわゆるは、はいはいはい、それが本格的にうちで遊べるようになったのって、うん、もう中学入ってからぐらいじゃないかなって感じで、うん、あ、そうなんだ。割とそれぐらいだった。逆に私は、うん、そう、だからそういうテレビゲーム、うん、DS とか、はいはい、ああいう PSP とかっていうそういうのを持ち始めたのが、うん、中学。あー、うんうん、結構遅かった。まあそれぐらいか、うんうん、だから逆だね、面白いね。うん、まあいろんな、もう、ね、そういう当時からもサンタさんは私にとっては謎の存在だったね。うん、謎だよね、まあ、だったらこの絶妙なラインはみたいな、まあ、サンタさん同じ、あ、地域間でもなんていうかこうルールというのか、あるんでしょうね、うん、サンタさんなりのね、なんだろう、裁量がちょっと決められているのかもしれないね。、うん、うちには必ずあれがありましたよ、うん、なんか靴、なんだろう、長靴に入った、はいはいはい、赤い靴に入ったお菓子の詰め合わせが必ず置かれてました。あー、なるほどね。置かれてました、定番だね。プレゼントと別に必ず1個置かれてて、うん、お菓子が、あー、すごいって、うん、なんかもう朝起きたらね、うん、プレゼントがあるわけで、テンション上がってましたよ。あの瞬間やっぱテンション上がるよね、うん、めっちゃ上がりましたよ。いやー、もうあれはもうなんか年に一度しかないっていうこともあって本当楽しみだよね。うん、だから楽しみなのがもうあれだよね、この小学生時代の楽しみっていうのが自分の誕生日でしょ、うんうん、夏休み、クリスマスみたいな、あとお正月みたいな。ああ、そうそう、お年玉もあるし、うん、そう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 、この4大楽しみみたいな。そうそう、特に12月1月ってもう続いてるからね。そうだよね、もうすごくもう浮き足立つというか、そんな感じだったよね。いやー、でしたでした。いやー、そうか、クリスマス。でもどうですか最近のクリスマス、ここ数年クリスマスってどういう風に過ごしてます、うん、そうですか、12月のクリスマス、うん、なんていうんですかね、仕事え、切ないわ。切ないわ、本当に。いや、でもなんていうか、クリスマスだからどうこうっていう特別な何かをするっていうのではなかったような気がする。あ、でも確かに、うん、なんかちょっとだけなんか華やかな、うん、ささやかな贅沢をするみたいな。去年のクリスマスが割とあっけなく過ぎた気がした。しかも私の予想が確かだと、うん、若干暑かった気がする。あったかかった気がするの、うん、去年のクリスマスって沖縄だったかな、うん、だった気がして、クリスマスっぽくねーって思いながら過ごした気がするの。なんだったらうちの中半袖でもいいんじゃないかぐらいだったっけ、うん、ちょっと本当に蒸し暑いぐらい、ちょっと暑いぐらいで、うん、何このクリスマスみたいな感じで過ごした気がする。ただでさえ沖縄暑いからね。そうそうそう、うん、いやー、なんだろう、ムードもないなっていう
ムードも減ったくれもないなっていう感じで半袖かよっていう。そう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 。でも今年どうなるのかな。どうですかね。結構最近冷えてますからね、うん、もうこのまま今日も最低気温18度。うん、いや寒いですよ皆さん、気をつけてくださいね。寒いねって言いながらね、なんかこう世間話をするみたいな、ちょっとクリスマス的なというか、なんかそういう憧れがあるよ、うんうん、ありますありますね。いやお寒いございますねみたいな感じでいいじゃないですか。そういう、そういう会話をしたいなみたいな感じで思うけど。まあそうですね、うん、まあそんな感じで、うん、あでさ、あのこのサンタってことでちょっと一個だけ思うんだけどさ、はい、やっぱ子供の時ってね、やっぱサンタさんが謎なんだけど身近な存在じゃないですか。そうですね、うん、謎だけど身近だね、うん、でだんだん大人になるにつれてサンタ遠ざかるじゃないですか。そうですね。で大人になってなんか家庭持って子供と身近になったらまたサンタと近づいていくんだなっていう風なことを感じたよ。あーあすごいその発見。ああ本当だ。すごいですね。で要はもう気持ち次第というか、ああ神の御言葉次第というか、ああそしてだよ、まあサンタさんってなんかおじいちゃんって感じじゃないですか。そうですね。我々が年を取っていくとサンタさんのお年に近づいていくわけですよ。ああはい、つまり我々はサンタさんそのものに近づいていくだからつまり人生をかけてサンタに近づくっていう、サンタさんに近づくっていう、そうなんじゃないかなって思ってきた。いや深いですね。ああだからもう最終的に我々が行き着く先はサンタさんなんじゃないかなって思って。ああいいですね、なんかその考えっていう最大のヒントです。じゃあもうサンタさんはもう私たちの祖先ということで。ああ祖先でありなんだり分かんないけどすげえサンタさん私たちを、ねうん、守ってくださっているということでございまして、うん、かもしれない謎です。はい、そんな感じで、はい、ではあれに行きましょうか、はい、リクエスト曲の方に行きましょう。はい、行ってまいりたいと思います、はい、エド・シーランで Shape of You。 お送りしましたのはエド・シーランで Shape of You でした。はい、いやかっこいいね。うん、かっこいい洋楽ね、うん、最近エド・シーランさんよく聞くの私、うん、めっちゃかっこいいと思うこの人。私があんまり洋楽があんま聞かないんだけど、ね、正直ぶっちゃけ、うん、でもこの人はねいいなって思った。本当に、うん、すごく耳に残る。いや素敵な曲ですよ、うん、いいです ね。はい、というわけでございまして、はい、はい、リクエスト曲でしたということで、はい、じゃあいつものコーナーに参りたいと思います、はい、エンタメトレンドのコーナー、やったー、チャッシャッシャッ、はい、イエイエイエイということでございまして、はい、では早速参りたいと思います。たくさんお願いします。はい、まあ、エンタメトレンドということで今回はですね、はい、ちょっとゲームの話題を取り上げてみようと思います。おお、任天堂のスマートフォン向けアプリ動物の森ポケットキャンプ iOS Android 版が配信スタートということでございます。これは話題ですね今、うん、めちゃくちゃ最近ポケモリポケモリっていうのがトレンドに、そうですね、うん、ツイッターでもよく見ますよ私、はい、うん、なってますね。皆さんも周りもよくやってますね。そうですね、はい、まあ、紹介していきたいと思います。はい、お願いします。任天堂のスマートフォン向けアプリ動物の森ポケットキャンプで iOS 版および Android 版の配信がスタート。本作の配信開始は2017年11月22日が予定されていたんですけれども、 iOS 版は11月21日17時15分、 Android 版は同日の17時45分に配信されましたということで、ちょっと早まったんですね。そうですね、うん、早まってましたね。
でそもそも動物の森っていうのはどんなゲームなのかってことなんですけど、はい、これはですね任天堂が開発発売しているコンピューターゲームシリーズなんですけれども、はい、これはですね第1作が動物の森が2001年の4月14日に第1作が発売されまして、はい、で今から16年ほど続いてるんですけれども、これは動物たちが暮らしている村にプレイヤーが移り住んで村人として住民たちと交流を通してほのぼのした生活を送ることができますっていう、おー、うん、結構日常のほのぼのとした雰囲気を味わうっていうゲームなんですけどね。そうですね、確かに、ね、なんかほのぼのゲーというか、そうですね、ほのぼの系のゲームで、そうですね、まあ、やってますけれども、任天堂64から来て、で、2作目がゲームキューブ で、うん、で3作目が、DS で、次があれですね、Wii ですね、うん、で、3DS と、そう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 、来てるわけですけど、で、スマホ、とうとうスマホに、うん、ついに来ましたよ、来たかって感じなんですけどもね。いやもうだって結構この DS のおいでよ動物の森が出てから、うん、結構もう経ってる気がしますもん私は。 そうですね、その当時やってたんですけど、うん、アダニアさんその時から動物の森を遊んでて、そうですね、子さんですよ、うん、子さんですよ。でもちろんポケモリも入れてますよ、うんうん、おうもちろんもうねポケモン GO よりね私はね言っちゃ怒られますね。まあ確かに話題になりました。いやあれあれで面白いゲームですけれどもはいはい、うん、でもポケモリというか、うんうん、やってますやってます、うん、入れました。でもいや楽しいですよ、うん、今回はポケットキャンプってことでキャンプ場を運営するんですよね。そうですね、キャンプ場の管理になって、うん、その動物たちをそのキャンプ場に招待して喜んでもらうっていうゲームになるんですけれども、うんうんうん、でまあ素材を集めて家具作ったりだとか、そう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 、自分好みのキャンプ場作ったりみたいな、うんうん、いろんな動物が出てきますよねっていう、そんな感じです、うん、のゲームなんだけど、でもやっぱりなんかこの今回、うん、まあスマホゲーということで、スマホゲームということで、ほいほい、まあやっぱりこの何人かもいたんですけどツイッターで見たんですけれども、うん、やっぱりこの DS 世代、うん、おいでよ世代からしたら物足りないみたいな、はいはい、ああなるほどね、うん、魚をまあ釣りをするにしても、うん、しっかり目の前に投げなきゃ魚は来ないしみたいな。でも今は投げたら魚から寄ってきてあタップしたら釣れるみたいな確かにそうだった、もう楽だなおいっつってタップでお知らせしてくれるから、うん、その場合もう取れるから絶対ちょっと簡単になったところはあるよっていう、そう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 、うん、っていうのとか、なんか果物がもうすでに揃ってるとか、あー、うん、あの桃リンゴ、オレンジ、梨、うん、ヤシの実、確かに揃ってた、揃ってます、ポケットキャンプ揃ってて、うん、昔 の、 そのおいでよ世代の時は、うん、はいはい、ヤシの実は、まあ、夏の時期に海から流れ着いたりとかっていうもので育てられるんですけど、うん、あ、そうだったんだ、そうそうそう、で、だけど、うん、他の果物、うん、そのに関して例えばリンゴがなってる村にはもうリンゴしかならないんですよ。あ、うんうん、で、この他の果物をそこからどうやって持ってくるかっていうと通信なんですよね。あー、そういうことか、通信で別の村に行ってそっから持ってきて自分の村で埋めたら他の果物ができる。あー、そっか、他のところから持ってこないといけない。そうだからかなり手間がかかることで、うん、でもこの村の、まあ、売れるじゃないですか果物って、うんうんうん、まあ、それで自分の村にある元々ある果物よりも高く売れるんですよね。おー、うん、もちろん別のところからわざわざ手間かけて持ってきて育ててみたいなやってるわけですから。あ、そっかそっか、うん、で他のところも高く売れるからっていうので、まあそういうのとか、あー、ちょっとリアルな感じですね、 そうですね、そこら辺は、まあ、スコップをだいたい1週間だったかな、スポックを埋めて、うん、スコップを埋めて、まあ掘り起こしたら、うん、金のスコップが出てくるみたいなそんなのだな、走り回っててなんかね、変な印があるところ、床があるなと思ったら落とし穴だったりとかそこにまあ動物を落としてみたりとか意図的にね、そうそういたずらして、あ、落ちたみたいなあれでポコポコ怒られるんですよね、よく村人怒ってましたよそれでとか、そんな遊びがあったの。そうですね、網の縄で村人を叩いてみたりとかねそれ叩くもんじゃないですから間違って、話しかけようと思ったら間違ってバーンって当たった、あ、そういうことね、そうそうそうっていうので、うん、それが、あ、これ当たるんだっていうので広まったやつです。あー、なるほど、別に敵意はないんだよそこには、そう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 まあね、蜂の巣が落ちてきたりとか気を許したらねやたら早い蜂たち、うかうかしてらんないっすね動物の森そうそうそう、で家の中に来たら家に来たら、うん、家に助けを求めていったらその人を外出中とかね、あーちょっと切ないなそれいろいろありましたよそういうのがあって、だから、うん、ちょっとそれを味わってる人たちからしたらちょっと寂しいかなっていう感じもしますけど、あーなるほどね、でもやっぱりこの動物の森の世界観はとても大事に、うん、もちろん
されてるすごい面白いもので、ね、ゲームで、うん、やっぱり面白かったんで私も今やってますけれど、うん、いや自分もね、初めて動物の森始めたのが今回初めてで、ああそうなんですね、そうスマホ版のポケットキャンプが、うんうん、ああこれが動物の森かって感じですごいテンション上がってて、うん、でなんか近々なんかいろんな機能が実装されるってことらしいですね。そうなんですね、うん、なんか服だとかを自分作ったりとか、はいはいはい、それはありましたね、うん、バイデザーみたいなデザインができるようになったりとかっていうもの、うん、あったりとか、いや楽しい楽しい、いやぜひぜひね皆さんもやってみてください。そして私とフレンドになりましょう、フレンドになりましょう、フレンドしたい、うん、我々とフレンドになってください、なってください。ちなみに私の名前はヌメリコアラですヌメリコアラです、よろしくお願いします。私は言いませんよヌメリコアラヌメリコアラです一応名前変えられないからね今つけてみてから変更できないから、あちょっとこれでよかったのかなって若干後悔してまあそんな感じでね、皆さんもぜひポケットキャンプやってみてください、はい、ということで、はい、本日のエンドレラジオ以上となりますが、いかがですか、いかがでしたか。いやー、うん、クリスマスだよそこにクリスマスだよいやですね、もう12月ですね。あいやでも本当に寒くなってきてるので、うん、もうたくさんも気をつけてね。そうだね、でも聞いてくださってるリスナーの皆さんもね、うん、気をつけていただければと思うので、はい、また来週ね、うん、元気に聞いてくだされば、そしてたくさんも来週元気に一緒にラジオできればと思います。そうだね、なんか、うん、なんか改まって言われるとなんか、あ、はい素直に受け取れよそこはもうまあそんな感じで、うん、本日のエントリーラジオ、はい、これで以上となります。また来週もぜひ聞いてください、はい、それではまた来週、バイバーイ、はい。